カニエ城は、終わり国海府軍カニエにあった、中世の日本の城。カニエ城市公園カニエ城は、影響年間に、北条と紀藤が城塞を築いたのが、はじめと言われ、戦国時代には、本丸、二の丸、三の丸の三角があり、王の、菓市城、前田の三つの市場があった。しかし、1584年に起きた、カニエ城合戦と翌年の大地震で壊滅した。 現在は住宅地に城市の石碑と本丸井戸跡が残るのみである。蟹江町歴史民族資料館の受付で城跡の地図がもらえる。影響年間、北条時藤より築城される。1555年、今川方によって攻略された。その後も伊勢国の長島城主だった、服部友貞の支配下に入り、お出しと対立する地域の戦いの場となる。 1567年、七年、友いの資金により、織田家家臣、滝川一正によって再構築され、その後の期待勢信仰、長島一行一騎鎮圧の拠点となる。1583年、一正は、静ヶ家の戦いの後に、橋場秀吉に敗れ、織田信夫の家臣、佐久間信栄が上司となる。百八十四年、小牧、長久手の戦いにおける、 蟹ニエ城合戦では、秀吉方となった和ズに攻略されるも、徳川家康、織田信夫の大軍に包囲され、牢城戦の末、半月後に落城した。1585年、天正地震により壊滅した。ありがとうございます。